皆さんこんにちは。2日目レース1が終わりました。最終的に12位だったんですけど、今回プライムスタートで硬い方のタイヤでスタートしたんですけど、もうデグラデーションがもう3周目ぐらいから来てて、ちょっと今まで今シーズンのレースの中で一番デグラデーションがひどかったんで、ちょっと完全にタイヤも終わってたんで、何か原因があるのかもしれないですけど、まあ、ちょっとそれを見つけて、まあ、明日プライムのレースになるんで、うまくやれるように、研究して、まあ、やれたらいいかなと思います。